じゃあ、島の島までやってきましたよ。冷静に考えたらあれですね、ちょうど5年前だったのか。2月でしたもんね。この前この新宮行きのこの朝一のやつ乗ったのが。あの時はこれから新宮まで行きました。いやー、やっぱね、島の島まででもやっぱきついね。あのカット何だったのか。ここだ。はい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 。こっち13分だっけ。そっか、3番乗りだから。よし、綺麗だね。さあ、ドクターに出てきたけど、なんかね、今連絡が来て、そう、本当は帰り、もうこっから特急南紀使って、13時5分の特急南紀、特急券を買って行こうかなと思ったけど、これも買ってね、それできるし、そのまま通しでやっぱし大丈夫みたいなんですけど、なんかたまたまなんですけど、どうも友達が今、霧中島の方に向かって、なんか、車で走ってきてるらしくて、もしかしたら、霧中島で、友達と落ち合うかもしれない。だったら、11時34分の宅急便で、霧中島まで出て、ってやる手もありなんですよね。まあ、ちょっとどうなるかわかりません。ちらっとそんな情報を見かけたんで、X でね。ってことで、さ、熊野市も行きましたよ。熊野市は動画的にはいつ以来だ、結構久しぶり。ちょいちょい来てるんですけどね、多分、東西南北駅のやつで、宇都野駅に行った時以来かな、なのかな。なので、だいぶ久しぶりですけど。あ、ちなみに最初のところでね、注意書きに入れてあったと思うんですけど、入れてるかな。今回のね、このプラン、大きくね、2つ制約があるんですよね。トイレ帰っとこ。あ、すっきり。さあ、ってことでね、あれなんですけど、そう、今回のね、プランのやり方だと、縛りがね、いくつかあるわけでございます。で、一つ目がね、霧長島から、霧長島までフリーキップなんでね、いくらでも乗り降り自由なんですけど、霧長島から熊野市の間が、途中下車ができません。いわゆる、何でしたっけ、下車前途無効って言うんでしたっけ、業界用語でね。なので、普通に、の切符で亀山から熊野島でとか、四日市から熊野島で買うと途中下車が一応可能になるんですよね。だから途中でちょっと一回降りて、プラッと見て次の列車に乗ってっていうのか、まあ実際には2時間ごととかなんでなかなか難しいんですけど、まあ一応できるんですけど、今回のやつだと霧長島から先はできませんよと、いうことです。もう降りた瞬間でおしまい。で、しかも往復切符で買ってってるんで、帰りのやつもね、ちょっと、無駄になってしまう、ことになってしまうんで、どこかな、制約として一番大きいのはそれかなというところ。あとは日帰り限定になりますね。というのはこれは今度は青空フリーパスの方の縛りの方なんですけど、普通に切符を買うとね、この距離だと2日間か3日間有効になるはずなんですよ。往復で買ったら多分3日間有効になるじゃないかな、切符自体は。あ、4日有効になるか。4日有効になるか。で、その、企画乗車券でも熊野古道九十九切符で買うとね、特急南紀にも乗れますけど、あれだと、
3日間有効だったりとかってなるんですけど、今回の買い方だと青空フリーパスが1日有効なので、実はこの往復切符で買ったんで、ここの紀伊長島からまでは一度明日まで使えるんですよ。明日まで使えるんですけど、綺麗橋、綺麗な橋なんでしょうね。どこにあるんだろう。でしょ。となんですけど、青空フリーパスの方が1日しか有効期限がないので、そこから先は帰れないというふうになってしまうんで、これも日帰り旅行がもうで縛りになってしまいますということですね。ですからもうかなり縛りは多いんで、普通に観光で来るんだったら絶対あの今の頃フリー切符とかあっちの方とか、普通に切符買ってきた方が、結局お得になります。今の頃フリー切符がね、結構いろいろと見てもらえるし、熊野市だけだとね、正直ここから鬼ヶ城に行くのかどうかぐらいとかっていう感じになってくるんですけど、海の方に出たら綺麗ですけどね。